何食べんの？カレー。まだ車走ってないから。いただきます。大丈夫だよ。リミちゃんは果汁グミぶどう。最近ぶどうにハマってるそうです。りょうちゃんは何ですか？それ見せてください。口溶けリッチバニラ。あ、アイスバニラ。もうちょっと、あ、そうそうそう、アイス。めちゃくちゃ美味しいです。アイスバニラ、どうかな。リミもそれ買ったよ。美味しそうだね。甘そう。甘い。アイスのバニラみたいな味。溶けた感じ。で、しほちゃんあと何か食べてた。いただきます。はい。オレオ大好きな、オレオ。本当最近オレオにハマってるね。オレオ大好き。しほちゃん無事ね、注射打ってきました。痛くなかった。ね、なのでご褒美で。でもさ、これからパンケーキ食べたいとか言ってなかった？パンケーキご褒美に食べるよ。見て、ちっちゃくてかわいい、うん、オレオも食べてパンケーキも食べるの？うん、オレオちょっとにしといたら、別にオレオ明日とかでもいいんだから。ねえ、めっちゃおいしい。ちっちゃくてかわいいね。かわいい。あ、リミもアイスバニラ。おいしい？甘い？甘い。ちょっと今日ね、GoPro のね、電池がなくて、携帯、スマホ撮影なのちょっといつもと感じが違います。久しぶりに3人で、島村に行ってきました。はい。しほちゃんね、欲しい服がね、見つかったんだけどなくてね。お取り寄せです。うん、島村で初めてだね、お取り寄せしたのね。うんうん、でもね、お友達は結構してるって聞いてたからね、うん、欲しい服があったら言うとね、取り寄せてくれるよって言われたので、今回はしほちゃんがめっちゃがっかりしてたのでお取り寄せちょっとお願いしてみました。注射頑張ったしね。そう、注射ね、頑張ったからね。でも今日さ、うん、注射以外頑張ってないよ。しかもあんまり痛くなかったし。本当？ほんまにいっぱいご褒美もらっちゃって、うん、なんか嬉しいわ。今日ね、大雨だしね、外はね、うん、外で遊べないしね、しょうがないね。でも私遊んじゃいけない。ああ、そうね、今日ね、駐車したら少し安静にしなきゃいけないからね、うん、でパパがね、なんか早めに帰ってくるそうなので、お家に2時だって早くない？早いね。一度帰りたいと思います、お家に。はいはい、お昼食べてないけどね。だからパンケーキ食べに行くかどうかちょっと相談して決めましょう。めちゃくちゃ笑顔なんだけど、うん、痛い顔になってる。あ、でもこれ24だよ。でもなんか大きく見えるね。ほら、これこうなの、一番奥。一番奥が白ピンクの26。これでもない。うん。かわいい。リミ？リミじゃない。あ、リミが。どう？リミ。22の方がいいかもね。すぐ大きくなっちゃうしね。うん、僕とライト、うん、今お揃いだけど色はね、しーちゃんはピンクとグレー、うん、気をつけてよ、ぶつかるよ。ふいちゃんもいすごい軽いよ。軽い？いい感じ？できました。おい
いいよ。いい。なんかお皿でっか。うん。でも私これ頼むことあるね。ちょっと辛めかも、この辛いカレー。リミちゃんちょっとこれ辛めかもよ。でもリミ辛いの大丈夫だよね。見てついちゃった。あららら、すごいついてる。でも美味しそう。なんか匂いが辛そう。ちょっと辛そうなカレーで、本格的なカレーっぽいよね。私これ2年生だった。ひーちゃん前よく食べてなかった、うん、フォックスのカレーね。2年生辛かったよね。でも美味しいって言ってた、うん、辛口美味しいって言いながら食べてた。うん、イミちゃんと半分で食べてた。ここに目を描いたポンデライオン。肉の魚。ポンデライオン。ポンデライオン。カッター見して。ポンデライオン。目ないじゃん。あー、鼻が。目はどこ？ポンデライオン。ポンデライオン。みんなポンデライオン知ってるかな？知ってる。知ってる？ドーナツの。ミスタードーナツのね。これ全部かけた。ライオンのやつ。黒くと。もったいないおばあさんが出てくる。もったいないお化けじゃなくて、もったいないおばあさんが出てくるんだ。もったいないおばあさんが壊れちゃう。もったいないおばあさんの歌なんてあんの？知らないまま。そんな歌あんの、リミ？歌じゃないよ。あ、本なの？もったいないおばあさんの本なんてあるんだ。知らなかった。ベロが変な感覚がする。やけどしちゃった？今日の朝のトーストで。いただいて。いただいて。おいしい？ちょっと辛いでしょ。おいしい。あんまり辛くない。皿がすごいでっかいね、リミが。なんか大食い選手みたい。なんかほんと普通に大食いっぽくない？お皿がでっか。パパが真顔でカレーとリミの口をつけてみたら。どういうこと？食べたいってパパ。食べたいって顔なの。もう少し食べちゃった。伝わらないよ、伝わらない。これが一番伝わる。お皿がでっか。お腹すいた。すごくない？いや、めっちゃお腹でっかい。大食いです。大食いじゃない。グミ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 ペア。三時だおやつだ。